はい、ということで皆さん、どうもこんばんは、こんにちは、愛媛スーパーラインです。本日、こちら12月31日なんと大晦日の日に、旅動画を公開という、なんという、まあなんか前代未聞のことをしましたね。以上、こちらの情報は、12月23日の旅動画になります。で、早速ですが、伊予鉄北久米駅から、乗車しようと思っております。で、相変わらずですね、こちらなんと、610系ですね。610系ですので、なんとこれ、トプセカ両方回収してますね。で、そして、一気に松山市駅へ飛ばします。朝ラッシュなので、ちょっと今回一部カットいたしました。ちょっと理由はまあ、人が、まあ、多いからですね。で、隣には、3000系、こちら確か入庫電車だったような気がするんですけど、やってきました。こちらの車両はですね、確か5だったような気がします。で、確か5だったような気がします。まあ、ちょっと見てみましょう。で、なので、今回、旅動画まだ40分ほどになります。はい、まあ、マクマジしてますね。はい、入港電車です。はい、ということで、今回もまた、長い旅動画になるのですが、よろしくお願いいたします。なお、今回はすべて後入れになっておりますので、ご了承ください。さあ、先ほど私が乗った610系、4両、朝限定の平日限定4両、610系発車しましたね。これもう、東武製菓回収なので、まあ、仕方がないですね。でも、これは朝、イコール平日限定ですね。平日限定の車両ですので、まあ、ある意味ではですね、ということで、610系が、出発していきました。お隣には3107ということで、7号機がいますね。まあ、7号機は大丈夫なんでいいんですけどね。さあ、どんどん見ていきましょう。こちらですね、多分皆さん平日あんまり行ったことないんで、この表記多分見たことないと思うんですけど、ね、伊予鉄はこちら限定で、回送列車の表記がありますね。朝限定、まあ朝も夜も限定なので、ちょっとまあ、こちらにも注目してみましょう。
さあ、次に一番乗り場にやってまいりますね、車は。あれを見た感じ、3000系ですね。3000系のさ、何番台でしょうか。今、噛みましたね。さあ、何番台でしょうか。トップセカラスが正直来てほしくないんですけどね。さあ、何番台が来るでしょう。さあ、皆さん、見てください。こちらはですね、おー、9ですね。そして、マグマーシしてますね。ちょっと取り方下手ですね。なんかすみません、もうアウトオブサービス解散になっちゃいましたね。なんか取り方下手で本当にすみません。まあ3109なのでセーフです。そしてこちらまた電光掲示板です。さあ、次の電車は小町でということでですね、まあちょっと一家略なんですけど、まあこちらもレアですね。平日限定の先ほど言った 4B 電池ですね。先ほど言いました 4B のやつが、こちらでなんと表記されます。ということで、まもなく 4B、700系が入ってくるはずなので、さあ、見てみましょう。さあ、ということで、700系 4B の、一番前の1両目に乗りまして、早速、小町駅の方に向かおうと思います。まあですね、なぜ小町駅に行くかというとですね、なんか今回車両入れ替えの方があるそうで、ちょっと車両入れ替え楽しみだなと思いつつ、ちょっと行ってみようということで、早速、小町駅に行こうと思います。ということでですね、ちょっと全面展望、ご覧ください。ドア付近にお立ちの方はドアが閉まります。お気をつけください。
て引き続き、小町駅まで見てみましょう。まもなくドアが閉まります。ですね、おっとなんか今市内電車来ましたね。うん、これはまさか、これピンクの悪魔こと5001伊藤なんですね。あのピンクの悪魔現れましたね。今日なんかピンクの悪魔運用入ってるんだと、まあこの時思いましたね。まさかのピンクの悪魔、5001の方が襲来してきました。さあ、ということで、小町駅の方へ向かいましょう。ということで小町駅にやってきました。お隣にそうですね、610系のん、これはラッピングがないんでトップなんですね。乗車連でトップな乗ったんですけど、まさかのここでもトップなんで2号ですよ。なんていうことですかね。もしかしてまた某 YouTuber に呪われたのか、それとも自分が普通にトップナンを引き寄せてしまうのかということですかね。まあこんな感じで並びが取れましたね。718と611ということで、もちろんずらずら人が乗っていきます。ちなみにこの718号機どうなるかというと、どうやらこの後改装されるそうです。で逆にこの611の方が絹山の方向に向かうそうです。こちら朝ラッシュでよく見かける光景ですね。で今は718の方がドア閉まりましたね。で、610の方が間もなく発車するので、ちょっとそちらの方を見てみましょう。引き続き700系の発車を見ていきましょうと思ったら、なんか市内電車で来ましたが、こちらどう見てもトップなんですね。コープ業祭トップなんです。やりますね。ちょっと伊予鉄は何か歓迎してるのでしょうか。本当に伊予鉄は私を狙ってるんですかねと言ってたら700系が発車しましたね。
まあ、こちらは入庫電車になるので、しばらく5番乗り場の方で待機するそうです。ということでちょっと見てみましょう。さあ、700系が動いてます、動いてます。動いていますね。まあ、これが普通ですけど、ちょっと面白いことはもういいとしてですね。はい、今動きましたね。で、なぜか私はこれ3000系とかを映してるんですよ。一体どうなってるんですかね。と思ったら入庫電車来ましたね。こちら何の入庫電車ですかね。ちょっと遠くて見えづらいですね。本当に皆さんすいません。なんか、見えなくて。でも、見えましたね。3000系ですね。なんか3000系が来ました。さあ、3000系が入庫していってます。こちらは多分松山市駅で見たやつだと思うんですけど。さあ、どんどん入っていきます。なぜか洗車のところを通り抜けつつ、ね、今来ましたね。なぜかですよ。私にもなぜそこを通り抜けたかはわかりません。そして安全第一と書かれているところを通過しつつ、ね、いつもの留置線でしたね。まあ、いつものではないんですけど、さあ、いつもの留置線の方へ入ってきたが、ここでなんと700系も動き始めましたね。700系も動き始めて、もしかしたらいい写真が撮れるかもですね。さあ、700系が入ってきました。今撮りましたね。はい。700系が入ってきましたね。こちら、本日769、続いて719、引き続きこちらの、車両、719でしたっけ、718ですね。718、768ペアが、入ってまいりました。こんな感じで撮れるんですね。なんかいい感じですね。長話、なんかすんません。ということで入ってきましたね。こちら700系は、ずっと停車します。ということで、画面が変わりまして、こちらまた市内電車を映しております。市内電車を映していると思ったら700円が来ましたね。しかも724ですね。いいですね。しかし724はですね、実質今の72型ではトップなんですね。まあ、しかしこれは72型なので含めません。今回トップなには含めません。なんか721がいたそうで、なので含めませんね、今回は。で、どん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 と、撮影してまして、これは、多分、裏に行くためのやつですかね。ちょっとわかんないんですけど、まあちょっと、何をするんですかね。私は本当この時。この時私は何をするんですかね。あ、ちなみに言いますと、これは12月23日に、先ほども言ってましたが、12月23日に撮りましたが、なんとこちらの編集してるのは、ほぼ1週間後の、なんと12月28日です。なんでそんなに編集遅くなったんですかね。まあ、その理由は多分、後にわかります。さあ、どん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 、なんと、郊外線の方も離れましたね。さあ、一体私は何をするんですかね。さあ、相互期待です。ということで、どん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 見ていきましょうと思ったら、なぜか運賃表を映してますね。運賃表、そうですね、2021年12月から、料金変わりましたので、なんかこうなってるそうですね。新しくなりました。ということで、また3000系が映りましたが、こちらの3000系は何でしょうかね。で、むっちゃ話してますね、私は。まあ、トイレの方が話しやすいんでいいんですけどね。さあ、こちらの3000系は一体何でしょうか。第4編成を希望ということで言ってみたんですけど、まさかの第4編成が来ましたね、本当に。いや、素晴らしいです。さあ、ということで、どん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 撮影していきましょう。まあ、ちょっとしばらく喋らないでおきます。と言ってたら、なんと私の先ほど乗っていた、なんと612の方が帰ってきましたね。あー、セカランが帰ってきましたね。まあ、いいとして。とりあえず、こいつの発車シーンでも撮りますか。こいつにはちなみに乗りません。さあ、発車シーンを撮りましょう。ぼーっとしてるとですね、なんか前検中ですかね、モハ70型の方が出てきました。
しかも何かに引かれてますね。私ちょっとこの引いてるやつですね、名前がわからないんですよ。もしわかる人がいたら、コメントの方で教えてもらってもういいですかね。なんか本当私わからないです、すいません。で、70型はもはやこれドアやばいですね。まあ全権なので仕方がないんですけどね。ということでこちら、まあ取りまして、おっとここで初期者が出てきましたが、なんと LED なので51ですね。これトップランでしたね。で、先ほど撮っていた718が、急に画面変わったんですけど、まあ、入稿するための準備してますね。まあ、そうですかね。入稿準備するんですかね。で、また引き続き、こちらの718が入稿する様子をご覧ください。ちょっと70型のあれを見てみましょう。今、中に引かれてたやつが、どっか行ったようで、ちょっと見てみますかね。70型こんな感じで留置されております。中になんかいろんなもの置かれてますね。まあ、これはちょっとわかんないんでいいんですけど、そして台車が変ですね。これ多分全権用のやつですかね。で、伊予鉄という表記は相変わらず変わらず。で、広告鉄はどうやら外されているそうです。さあ、どんな風な姿になって登場するか楽しみですね。待ち遠しいです。そしてこちら、小町と書いてある、階層のやつですね。番号は、5008ですか。5008といえば、まさか、現時点ではラスナンですね。現時点ではラスナンの車両が来てしまいましたね。まあ、これは多分、入庫のあれ、変えるためのやつでしょうね。ねえ、そしてなんか3000系の方がやってきましたが、こちら10ですね。10といえば、ラスナンですね。またラスナンが来ちゃいましたね。本日、3110、運用入っていることが分かりました。ねえ、そしてさらにこちら画面が変わりまして、何ですか、これは。3000系が出てきましたね。さあ、何なんでしょうか、これは。おっと、全権中の佐渡なんですね。これは、そろそろ出てくる頃かなと思いつつも、今週の金曜日、多分出てこないかもしれません。そのまんまなんか交代していってますね。ちょっとだけ佐渡なんの光景が見えたので、よかったです。多分この佐渡なんの方は、もう間もなく全権終了かと思われます。ということで、ちょっと様子を見ていきましょう。さて、市内電車の方を見ていきましょう。なんかそろそろ踏切になってやってくる頃なので、ちょっと撮影しましょう。おっと、これはまさか、またピンクの悪魔来ましたね。またピンクの悪魔来ましたよ。これまたトップなんですね。ピンクの悪魔にちょっと襲われすぎてる件について、一体どうなってるんですか？なんでこんなにピンクの悪魔来るんですかね？
ちょっと誰か教えてください、本当に助けてください、なんでこんなにピンクの悪魔来るんですかって言ってたら、画面が変わりました。これ小町行きですね。あんまり見たことがない、伊予鉄非公式の小町行きです。まあ朝は多いんですけどね。そしてこちら並びがすごいですね。5000系、2100系、モハ2000型ということで。で、この2100系は多分セカナンだったと思います。大気の方ですかね。ちょっと、この並びは異常ですね。いや、でもよく伊予鉄で見られる光景なんでいいんですけど。ああ、やっぱりセカナンですね。大気で元気3直1と書かれてますね。はい、これセカナンでした。さあ、引き続き、小町駅を今度は出ます。小町駅を出ますが、この車両、やっぱり見覚えありますよね。やっぱり見覚えがあるんですよ。やっぱり来ました。トプナンですね。さあ、こちらのトプナンにまた乗っていきましょう。トプナン多すぎますね。本当に。さあ、何かいたので、ちょっとこう、気をつけて撮影してみました。さあ、ちょっと見ていきましょう。20% オフ。今シーズンの新作アイテムをお得に手に入れるチャンスです。ぜひお越しください。まもなく松山市です。郡中大街道道後温泉方面へお越しの方は乗り換えです。毎度ご乗車ありがとうございました。車内にお忘れ物のないようお気をつけください。引き続きこの電車は9時6分発久米平井横川原方面行きです。横川原方面にお越しの方は発車までしばらくのお待ち合わせを願います。ありがとうございました。松山市駅に到着いたします。さあ、という、ちょっと今、声高くなりましたね。ということで、松山市駅の、ちょっと休憩所にやってきたんですが、これまた1ですよね。これまたピンクの悪魔ですよね、これ。多分ピンクの悪魔ですよ。見てみましょう。ちょっとバスとか通ってたんで見えなかったんですけど。どう見てもこれピンクの悪魔の5001ですね。ちょっとどんだけ襲われるんですか、本当に。多分この動画でピンクの悪魔出たのは3回目ですよ。これ2番系統でしかも回ってますね。これループするじゃないですか。ちょっと怖いですね。ほんと怖いっすね。5001は、動きましたね。さあ、ちょっと逃げましょう。次の車両何か楽しみですね。さあ、やってきましたね。なんということでしょう。これ LED じゃないですか。51。どう見てもこれトプナンですね。ちょっとトプナンも多すぎますよ。多分これラスナンの後に次来るのがトプナンの襲撃ですかね。伊予鉄道。ちょっとどうなってるんですかね。おっと、そしてここで、この奥にいる5000系に乗車するようです。ちなみに全面デモ動画はですね、12月26日に確か上げたような気がするので、まあ、そちらも伏せて、ご覧いただければと思います。さあ、5002なんですかね。ちょっとわかんないですけど、見てみましょう。多分5002だったような気がします。さあ、お隣に、おっと、まさかのお隣にセカナンが入ってきました。スマイルヘルパー、これどう見てもセカナンですね。さらにセカナンがやってきました。ねえ、やっぱり5002でしたね。ということで、こいつに乗っていきましょう。一周するのですかね。ということで、一周した写真を、今、全部流します。2101、そして、モハ51、
そしてさらに、こちら2102、そしてまた2101、そして、何もなしですね、なぜか。そして、5001ですね。そして、またモハ51ということで、ちょっとトップセッカーが異常に多い一周となりました。まあ、こちらが乗車した5000人ですね。ということで、また見ていきましょう。なぜかいきなり JR に移動しましたね。私は松山から夜明けから何をしてたのでしょう。本当忘れました。ちなみに乗車電は確かラスなんじゃなかったような気がします。ちなみに、こちら、夜明け駅で多分特急を撮影するんでしょうね。特急ですかね。特急か普通かわからないんですけど、まあ撮影する気だったのだと思います。おっと、来たのは間違えた。7000系ですね。この7000系一体何なんでしょうかね。おっと、これはトップセカラスじゃありませんね。こちらの後ろ側の本当の7000も、そうですね、トップセカラスじゃなかったということで。で、今、乗りましたね。こちら7000系の座席ですが、ちょっと見にくいですね。7000系の座席って意外と硬いんですよ。こう見えて。すごいですね。で、なんか今降りてますね。おっと、これ降りてますね。さあ、これどこ行きで降りたのでしょうか。おっと、まさかの伊予工場駅で降りてますね。こちらは全然違いますね。なぜか伊予工場で降りてますね。関音寺行きと書かれております。ということは11時のやつに乗ったのかな?いや、12時のやつに乗ったのかな?ちょっと覚えてません。さあ、ここで、あ、11時のやつですね、これ乗ったの。来ましたね、86です。こちらちょっと86の車番。E2 編成、E12 編成、E13 編成でした。ダブルセカナンペアですね。この時は、まさかのダブルセカナンペアがいました。さあ、ということで、どんどん撮りましたが、ここで用事が入りまして、そうですね、この今治行きを撮影しました。お隣には16時15分発の普通列車がいましたね。さあ、車番は7006、こちらには乗りません。そして、階段から降りまして撮りました。こちらはそうですね、7006と、先ほどの7006と、こちらの車番は、7105ですね。セーフですね。7101だったら許さなかったぞ、JR 四国。ということで、まあ、乗りましょう。16時15分発で乗りましょう。さあ、乗ってみました。700系と今、一緒に合しますよね。さあ、奥の車両見えるんですかね。奥の車両ちょっと見えるかわからないんですけど。ちなみに、お断りはすみません。なんかお断りしてるな、本当にすみません。この錦の山の間はですね、伊予鉄と JR がなんとクロスする有名な区間なんですよね。なんか今奥に見えましたね。多分あれ610系ですよね。なんか奥に今一瞬見えたような気がします。形がどう見ても610系に見えたので、これ帰り610系説が浮上してますね。ちょっとこの日はもしかして610系の伊予だったのかな?まあ私にはちょっとわかりません。ということで、ちょっと松山までお断りしますが、ご覧ください。まあ、側面展望ですかね。ちょっとご覧ください。
さあ、ということで、松山駅に到着しまして、こちら3番乗り場ですね。おっと、何か来ましたね。形的にこれはキハ32ですが、なんかこれ柄がちょっと違和感ありますね。おっと、この車両はまさか、おっと、カッパウヨヨ号が来ましたね。海洋道ホイトリンの車両です。ちなみにこちら、なんかですね、こちら、私のですね、なんかお供がですね、まあお供なんですけど、お供がですね、このカッパウヨヨのことをですね、なんか、うじゃうじゃと言ってたんですよ。なんでうじゃうじゃって言うんですかね。どうなってるんですかね。で、なんかしれっと特難回収してますね。しかも54の位置ですよ。ということは、これ、まさか、連結ですかね。54の位置と、まさかのカッパウヨウヨコ。まあ、うじゃうじゃと言ってますけど、まあ、連結しますね。ちょっと連結シーン見てみましょう。連結作業を終えまして、次に入ってくるのは特急宇和海23号 1073D の回送です。来ましたのは N2000 系ですね。N2000 系がやってきました。おっと、これ前小窓ですね。さあ、2460か西コッパが分かりませんね。おっと、ここで、おっと、まさかの2151。これはまさかのトップナン。さらにこれ、なんと LED に変わってる状態のですね。で、先ほど撮影したのは12月23日と言ってましたね。で、私12月23日と言っておりましたが、なんとこれ12月23日が、初日運用だったんですよ。しかも、この、宇和海23号からの運用でした。なんと、いきなり2151見れるとは、と思ったんですが、実はこれ特難ですね。2151特難です。で、さらにこの後ろの車両はですね、皆さんお分かりの通り、小窓だったじゃないですか。で、小窓は2460、または2458、試作車の方ですね、になるのですが、実はこれ、答え言っちゃいますね。なんと、2458の方が連結されてるんですよ。なんていうことですかね。ダブルトップナン車、特急宇和海でも誕生なり、ということですかね。まあ、面白いですね。なんか、ダブルトップナンが登場しましたね。で、ちなみに言うと、この2151と、2458がいましたが、先ほど連結シーン見ましたよね。54のトップナンいましたよね。ということでですね、なんと松山駅の2番乗り場、3番乗り場に、トップナンが、3つ並んじゃいましたね。ちょっとすんごい大会じゃないですけど、なっちゃいましたね。私はなんでこの2151のを取ってたんでしょうね。まあ、わかりません。そして、来ましたね。こちらは17時25分到着のアンパンマン列車ですね。おっと、アンパンマン列車、2117と、スバ2152ですね。あ、2152はセガナンだった、ということを忘れてました。アンパンマン列車はですね、セガナンを固定放題ですので、皆様ご注意ください。で、215ちゃんも颯爽となんかライトついてますね。そう、この並び、2152と2151の並びがいいんですよ、本当に。最高です。さあ、2151の出発シーンを見てみますか。なんか LED って正直眩しいですよね。まあ、これは2灯ですが、まさかの4灯に変わっちゃいました。4灯めっちゃ眩しいです。ちょっと皆さんももし、松山に来たなら、見てみてください。本当に4灯になったら眩しいですので。まあ、ちょっと出発シーンを見てみますか。ちなみに、お隣、3番乗り場にいるのが先ほど言っていた54のトップナンですね。54のトップナン、54の1がいます。さあ、ちょっと発車シーンを見てみましょう。こちら、特急宇和海23号、17時28分発です。宇和島駅になります。
おっと、ちょっとズームしてますが、そうですね、もう、眩しいです。本当に眩しいです。さあ、ということで、この出発シーンを見ていきましょう。さあ、ということで、引き続き、こちらのキハ54-1と、カッパウヨウヨ号、イコールウジャウジャ号ですね、の方が発射しますので、そちらの方を撮っていきましょう。さあ、そして、松山市駅じゃなくて大手町駅に戻りまして、さあ、次の電車は何なんですかねと思ったら、都会にあのライドは610系に見えますね。これ飛ぶせか確定じゃないですか。610系が来てますね。これは一体何でしょうね。みかんラッピングだったら612、あとみかんラッピング、みかんじゃないですね、みかんラッピングですね。これは612です。まさかの612と離合を行いました。なお、この3000系の車番は分かりませんでしたが、トップナンではないことが分かっております。さあ、こちらに乗って最後、帰りましょう。さあ、こちら到着するのは、そろそろ分かります。到着する駅はですね、さあ、ドアが開いて、到着した駅は、なんと、なぜか久米駅です。私が朝乗ったのは北久米なんですが、なぜか久米駅で降りてます。なぜ久米駅で降りたんでしょうね。こちらの理由は、離合電車を見ることだったと思います。さあ、離合電車を見てみましょう。ということで、今、離合電車の方が間もなくやってきます。さあ、離合電車絶対トップナー来るなよ。絶対トップナー来るなよ。ということで、ちょっと声を変えてみましょう。絶対にトップナー来るなよ。ということで、変えてみました。そうですね。これ700系ですね。トップセカラスは回避しましたね。最後はトップセカラスを回避しました。さあ、ということで、乗っていきましょう。最後の旅になります。最後、700系724型に乗車していきます。
さあ、ということで、長旅の方が終了いたしました。皆様本日もご視聴長らくありがとうございました。まあ、大晦日ということでですね、こちらの動画を大晦日に公開いたしました。やっぱり12月23日もトプナンえぐいほど来てましたね。まあ、トプナンセカナンラスナン一気に来てましたけど、まあ、仕方がないですね。本当に私は呪われているということがこれでわかりますね。ということで、年末ということで、皆様、まあ今年2021年、どういうふうに、過ごしたでしょうか。皆様、鉄道の撮影など、結構行ってたと思います。まあ私は、こちら6月に、YouTube 活動を始めましたけど、本当にたくさんのチャンネル登録者数が、ね、まあ、たくさんのチャンネル登録者が増えまして、本当に、僕も毎日投稿しててよかったなと思える瞬間でした。2021年、まあ、僕、まあ、上半期はというと、まあ、なんだかんだ学校のこととかで、ちょっとまあ、大忙しだったんですけど、後半になってちょっと余裕が出てきたので、ちょっと YouTube 活動やってみようということで、ちょっと、まあ、毎日投稿ということで、まあ、やってみました。毎日投稿でですね、まあ、ショート動画が多かったんですけど、皆さん、なんか、たくさんの方々が見てくださって、で、さらには登録者も、この動画を投稿する時点では、208人ですね。208人ということで、たくさんの人が、私のチャンネルを登録してくださって、本当に、ありがとうございます。で、僕も本当に、まあ今の今まで、2021年は、まあビッグイベントが3つですかね、もありましたね。まあ、まずは、ダイヤ改正でですね、2021年3月13日で、特急南風、四万十から、四万十ですかね、違いますね。特急南風、渦潮でしたかね。四万十もだったような気がするんですけど、で、2000系、量産車、2000系の方が、すべて、グリーン車の方がですね、すべて引退して、そして解体された時期でもありましたね。あれは本当僕も悲しかったなと思います。結局あれ全車解体されてしまったんですけど、唯一残されているのがなんと TSE なんですよ。TSE または僕も見に行きたいなと思います。で、引き続き、12月24日、25日でしたかね。違いますね。25日、26日ですね。ウェストエクスプレス銀河、四国に、初めて来ましたね。ウェストエクスプレス銀河の方が、四国に初めてやってきましたね。あれ本当に撮影行きたかったんですけど、あいにく私は遠いので撮影に行けませんでしたが、ウェストエクスプレス銀河、結構人多かったんだろうなと思います。で、引き続き、次に、12月27日ですね。27日、本当に最近なんですけど、イオナダ物語、初代車両、イオナダ物語が、引退してしまいましたね。本当に僕も、その初代イオナダ物語、実は今年5回乗ってるんですよ。こう見えて5回乗っちゃってます。すごいですね、本当に。5回乗っちゃってます。でも本当に、イオナダ物語、初代車両も、ね、いい感じの味、いい感じの味を出していたなと、僕も思って、正直引退するのは辛いなと思ってます。ちょっと今回写真とか少ないんですけど、すみません。しかし、イオナダ物語は、本当に引退するまで、たくさんの人々を乗せてくださった、ね、いい車両でもあったんです。本当に、愛媛県、全体後継、全体ですね。全体が、和やかになったんじゃないかなと思います。で、まあ僕も、イオナダ物語は、本当にいい車両だったなと思ってます。で、7年半、約7年半、イオナダ物語もお疲れ様でした。で、京都、鉄泊になんか展示されるそうなので、ちょっと行けたら行ってみようかなと思うんですけど、まあ、なかなか遠いんで行けないかなと思いますが、できたらイオナダ物語、初代車両も保存してほしいですね。まあ、TSE みたいに保存できるのかわからないんですけど、きっとしてくれると思います。ということで、皆様、年末の旅動画ということで、
長い間ご視聴、ありがとうございました。で、また来年というかもう明日ですね。明日から、私のチャンネル名、愛媛トップナンチャンネルに変わりますね。そういえば、愛媛トップナンチャンネルに変わります。本当に来年1月1日からもトップナン大量に開始するんですかね。さあ、どうなることやらですよ、本当に。まあ、愛媛トップナンチャンネルで、これからも活動しますが、よろしくお願いします。ということで、長い間、ちょっと話が長かったんですけど、長い間、ご視聴ありがとうございました。で、また、愛媛トップナンチャンネルの方でも、長い間、よろしくお願いします。ということで、本日の長い旅動画の方も終了しようと思います。本当に長い間、ご視聴ありがとうございました。そして、来年、愛媛トップナンチャンネルに変わりますが、ちょっと今変わりました。来年、愛媛トップナンチャンネルの方に変わりますが、また、愛媛トップナンチャンネルになっても、よろしくお願いします。愛媛スーパーラインとしての動画活動は、本日で終了となりますが、愛媛トップナンチャンネルということになりますので、ここからも、よろしくお願いします。ということで、長い間ご視聴ありがとうございました。皆様、良いお年をお過ごしください。